皆さんこんにちは、ワンダリクルピーチです。では今回はギレンデーボージョン独立戦争期ジョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。地球侵攻作戦ここまで順調に進んでいまして、オデッサに始まり北米、ハワイ、マドラス、北京と攻略の方を進めていきました。今回はですね、キリマンジャロ、アフリカに攻略戦を仕掛けていきたいというふうに思っています。報告します。木馬、敵心臓戦艦はルナ2を発進後、大気圏に突入し南米ジャブロー基地に降下したようです。無理作戦の研究成果を得た連邦軍の技術水準は飛躍的に高まるかもしれません。イベント進んでますね。木馬、つまりホワイトベースがジャブローに突入していったというところなので、これによってまたね、そのガンダム関係のイベントが進んでしまいますので、まあ、しっかりと今ちょうど出てきてますが、ドムの開発、これを急ぎたいと思います。ツイマード社からプロトタイプドムの開発プラン手に入れましたので、これもうすぐにでも着手していきましょう。キリマンジャロ基地に突入をしていきます。キシリアの部隊はオデッサを経由して今キリマンジャロに陸路を向かってもらってますけども、ここにコンスコンの部隊を宇宙から降ろして、キシリアとコンスコン2つの部隊でね、突入戦を行っていきたいと思います。さらに先ほど出ていたドムの開発ですね、これはすぐにでもやりましょう。こちらがそのプロトタイプドムの開発プランになります。開発期間が7か、これ7ターン消化するってなると、いよいよガンダム関係のイベントにドムの正式版の開発が追いつかないかもしれないですね。もうここはちゃんとね、ちょっとでも早く開発できるように注視をしていきたいと思います。で、このプロトタイプドムの開発が終わった後なんですけども、技術レベルがですね、今、基礎技術とモビルスーツの技術が66だと思うんですけども、これを78まで引き上げておく必要があるので、本来だったらね、新兵器の開発等もやっていきたいんですけども、基礎技術とモビルスーツ技術のレベルアップ、ここにね、ちょっと注力をしていきたいと思います。本当だったらモビルアーマーのね、アンザムとかも、新兵器開発のプランに出てきているので、まあ、このモビルアーマーも作ってみたいし、あとは、ガウ攻撃空母、これもね、開発コスト4で開発できるように今なってきていますし、いろいろとね、やっておきたいところはあるんですけども、今回はあくまでも技術レベルのアップデート、ここに力を注いでいきたいと思います。ではキリマンジャロに対して部隊を突入させていきましょう。キリマンジャロに部隊が到着しました。作戦の指示をお願いします。キリマンジャロには2つの軍団で攻め込みますので、ここをサクッとね、攻略できればいいなと思っています。まずは強撃使いましょう。自軍命中率プラス10のボーナスになります。あとは電撃も使います。必ず先行になる、これ結構強いんですよね。個人的に結構気に入っています。あとは防御陣形を取って、これでさらに夜襲も使って、味方が撃墜されないように注意を払っていきましょう。ではコンスコンとキシリアでいきます。コンスコンは本来ドズルの機関なので、相性はどうなのかというのはあると思うんですけども、ここは軍団を含フル活用していきたいので、この2つの軍団、キシリアとコンスコン、これを投入していきます。策略を実行します。でコンスコンの部隊ではランバラル隊が入ってますので、活躍にね、期待したいと思います。一方、キシリアのところには、ジョニー・ライデンとか入ってますので、まあ、エースはね、一通り組み込まれた部隊と言えると思います。さて、地形の確認ですが、どうだろうな。南下していくルートを通るのも一つですし、マップ左側を経由して長期戦に備えて、拠点を確保しておくのも一つというところだと思うんですけども、まあ、両方のルートを作りましょう。画面の左側通るルートに関しては、まあ、一部隊だけ拠点の制圧のためだけに出しましょう。で、基本的には南下します。ではこれで進めていきます。
では敵も部隊前に進めてきてますので、いつも通り敵の航空隊、これを潰していきたいと思います。で、冒頭でご説明した通りですね、画面の左側、ここの拠点を取りに行くためにザクの強行偵察型を派遣してます。ここ制圧させて中心部への進行ルートの一つとしたいと思います。あとここにはですね、キシリアが乗ってるんですけども、ザクフリッパー乗ってますので、このザクフリッパーもね、うまく使って敵を暴いていきましょう。先行してる部隊ですけども、並びはですね、パイロットなし、パイロットなし、パイロットありみたいな形にしています。最初も一撃受け止めるときに集中攻撃食らうと、パイロット、仮にエースが乗っていたとしても撃破されてしまうことがあるので、前衛中衛後衛でいうところの一旦後衛に下げて、第一波攻撃をしのごうというところですね。ここをしっかりしのいだら、またエースを前に出して、敵のね攻撃への攻勢というものを強めていきたいと思います。ここはガト、ちょうどスターダストメモリーが YouTube のガンダム公式チャンネルガンチャンの方で放送されてますよね。僕も土曜日はね、YouTube の前に張り付いて見てましたけど、来週もガトーの勇姿が見れると思うので、もうお時間ある方ね、ガンチャンご覧になられるといいのかなと思います。ここはランバラル、ランバラルとハモンはセットにして先行させてもいいかもしれないですね。相性は確実にいいので、相性いいとね、士気高まったと思いますので、そういうところで細かいボーナスを取っていくっていうのも戦術上必要かなと思うので、この後ちょっとハモンと合流させましょう。敵の方ですけども、ガンダムタイプのモビルスーツがいくつか確認されているのと、あと基地中心部にはやっぱりガンキャノン、ガンタンクしっかり配備されてますね。着実に補給ライン上を進んで、消耗少ない状態で撃破していきたいと思います。ガンダムタイプのモビルスーツに関しては、集中攻撃を浴びせてですね、確実にそのターンで撃破していくっていうのを心がけていきたいと思います。わしはそんなにのろまかねえ、年の割には素早いはずだ。さあ、このガンダムを倒せるかどうかですね、ここはね。よし、やっぱり集中攻撃ちゃんと当てていけばガンダムでも倒せますね。この要領でしっかり倒していきましょう。ザクの陸戦タイプにマゼラトップを持たせたので、2レンジ攻撃範囲が広がっているので、それによってね、集中攻撃がしやすい環境っていうものが作れているので、戦い方としてはここまで合格点かだと思います。味方の方も徐々に被害が広がってきているという状況になってきましたので、ダメージを受けた部隊は確実に一度戻してですね、回復させていきます。あとは敵の部隊がですね、どうやらここを奪還しようとしに来る気配があるので、ギャロップを一つ派遣してここの防衛に当たらせましょう。このまま放置しておくとあまりいいことがなさそうなので、この白いやつっていうのがおそらく、いわゆるガンダム、劇中でアムロとかが乗ったガンダムだと思います。で、角付きって表示されていたもの、今はね、もうプロトタイプガンダムというふうに表示できるのかなと思うんですけども、それらがプロトタイプガンダムだと思います。今回2軍団で攻撃仕掛けてますけど、3軍団あると多分だいぶ余裕が出てくるんでしょうね。特に宇宙から突入させているコンスコンの部隊、ランバラルとか所属している部隊ですね、ここは回復するのに一度 HLV まで戻らなきゃいけないので、作戦の効率っていう意味では必ずしもね、すごく優れてるっていう状態ではないので、そのあたりがね、攻略の進行速度に影響が出ているところなのかなというふうに思います。報告します。木馬がジャブロー基地を発進し北米に向かったとの情報を入手しました。おそらく陽動作戦であると思われますが、キリマンジャロ基地の攻略作戦は途中ですけども、また
木馬ホワイトベース関連のイベントが出ています。兄上、北米は地上軍の担当です。木馬の迎撃は私にお任せください。それとこの作戦をより確実なものとするため、シャアをガルマから木馬迎撃のためにシャアの派遣が要求されてますけども、これイエスにするとガルマ死にますので、シャアは派遣しません。ノーを選択します。私もザビ家の男です。必ず木馬を仕留めてみせます。ではキリマンジャロの攻略さん2ターン目に入っています。ここである程度処理をね決定的にしていきたいなというふうには思っていますが、どうだろう、中央部で激戦繰り広げている部隊に消耗が見られるので、一度引いて回復させた方がいいかもしれないですね。あまり被害が広がるとね、継戦能力という意味でかなり厳しくは、なってきますので、まあ、どこかで一度回復する、まあ、ターンをね設けてあげる必要はあるかなと思いますので、ちょっと一度部隊を引いて回復させながら戦っていきましょう。敵の数もだいぶ減らしてきて中心部に迫ってきているんですけども、一方で我々もですね、損害が広がってきているという状態なので、このターンでの攻略は難しそうなんですが、3ターン目、つまり次のターンですね。ここで攻略確実なものにするため、削れるところから削っておきたいと思います。ちょっとでもね、敵を倒しておければ、3ターン目、次のターンが楽になると思うので、ここで2つの方向から進行していた部分で、今まさに合流しようというところなので、火力をね、増すチャンスなので、ここでしっかり削っていきましょう。キリマンジャロの攻略中まだ続いてますが、ここでまた木馬関係のイベントですね。ガルマが木馬迎撃に失敗したという内容になっています。では残りの敵部隊決して多くありませんので、このターンで決めきれるように進軍していきましょう。なんとか3ターンでの攻略できそうな運びとなってきました。味方も損害出てまして、まずマッシュが撃破されてしまったので、まあ、しばらくの間戦線を離脱しますという状態です。まあ、その他いくつかモビルスーツ戦力失ってますので、まあ、これらは回復をしてですね、来たるべき連邦軍の、ね、反攻作戦に備えていきたいと思います。これでこのキリマンジャロに展開していた敵部隊全滅させています。なんとか勝ったみたいです。3ターンかかっての攻略となりました。敵部隊沈黙、敵基地の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。では木馬のイベント続きですね。これ確認して終わりにしていきましょう。回線を回します。申し訳ありません兄上、将軍は木馬に敗北を喫し、手痛いダメージを被りました。もはや木馬に再度の攻撃を仕掛ける余裕はありません。この屈辱は必ず晴らしてみせます。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、木馬関係のイベント進んでしまっているので、ドムの開発急いでいるんですけども、まだプロトタイプドム、これの開発が終わっていないという状況もありますので、ちょっともう木馬討伐というねイベントでの撃破は難しくなってきているのかなというふうには思っています。このドムの開発あと3ターンプラス、まあ、普通のドムの生産にもターン数必要なので、まあ、ちょっとここはねもうランバラールにドムを供給するのは難しいと判断して、その後ねどうするか、ランバラールを生かすのか殺すのかというのをね考えていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。